東京都交通局8800系電車は東京都交通局の路面電車車両。2009年4月26日に営業運転を開始した。戸出奈良川線で使用された7500型は老朽化が進行していたため、その置き換え用として2008年1月に9000型と別形式の新型車両として導入することが発表された。この際、 外観デザインについて荒川線の未来を開く先進性と快適性をコンセプトとした以下3つの案から公募投票が行われ最多得票を獲得した一案のデザインが採用された優しさと親しみやすさを表現した丸みのあるデザインスピード感とスマートさを表現した曲面を使用したデザイン都会的イメージを表現した直線基調のデザイン なお、この投票の時点で、デザイン見本イラストは、8801の車両番号が入ったものになっていた。外観は、図色が8500型までの緑、白基調のものと異なる。前面と、側面上下円ペンにローズレッド、バイオレット、オレンジ、イエローのいずれかと、側面全体は、白となり、前扉よりに、荒川ラインのロゴが配置されている。 客用扉は8500系、9000型と同様に、前扉が片開き、中扉が両開きの片側に扉となっており、扉上部には開閉時に赤く点滅する告知ランプが設けられている。客窓は荒川線では初めて横に長い大型窓が採用され、上部が引き違い式に開閉できるようになっている。車内の座席は、 バラの模様が入ったピンク色のもので、打形式と同様に前向き、座席とロングシートを天体ショーに配置したものであるが、ロングシート部分には急線型と同様に仕切り用の手すりを設けている。手すり部分には校舎用押しボタンが設置されたほか、窓柱部分にも校舎用押しボタンを上下二つ設置しており、着席客にも配慮した。また、荒川線の車両で初めて2画面の 液晶ディスプレイによる車内案内表示装置を設置している。停車駅案内のみしか行っていなかったが、2015年から右側の LCD で映像広告を流せるようになったほか、左側の案内画面もロム更新を実施し、情報量が格段に増加した。内装は白系でまとめられており、床材は大理石を意識したものになった。 手すりと扉の合わせ目、扉部分の床材は黄色になり、視覚障害者にも配慮している。最初に落成した8801.8802の2両は2009年4月26日に運用を開始した。同年5月31日まで、東京都下水道局のバイオマス発電によるグリーン電力を活用するとともに、デビュー記念ヘッドマークも装着して運転された。 その後、同年6月7日に、荒川電車営業所で開催された、路面電車の引き年イベントでは2両が、撮影回転時車両や臨時電車の運転に、充当された。その後、2010年12月25日に8,810、が搬入され、荒川電車営業所でお披露目イベントを行って、営業を入り、予定の重量が揃った。製造時期が近かったことから、 下回りは前期の急線型に準じている。8801号車から8805号車までのローズレッドのカラーリングは荒川線沿線に植栽されているバラをイメージしたものである。8810号車は統計式で1両しかない黄色のカラーリング車両であることからその車両を見つけると幸せになれるとの都市伝説が生まれた。 また、東急世田谷線も黄色の車両が一編成のみであったことから、2011年11月1日から30日にかけて、初の世田谷線との共同企画キャンペーン、都電荒川線東急世田谷線黄色い電車で、ハッピーに、が開催され、ヘッドマークの掲出、幸せの黄色いパスポートの無料配布、幸せのクイズラリーなどが行われた。 従来車両と区別なく運用されている。なお、搭乗後しばらくの間は毎週日曜日に決まったダイヤで定期運行されていた。ありがとうございます。